待って、今小坂になって出てきた。小坂さんですか？小坂さん見てる？でも今日山ちゃんがちょっと見ようかなって言ってくれてた。絶対見てないな、あの人。ん？校舎？あ、待って、校舎、もうちょっとすぐ読み取る能力欲しいな。小魚見てないと思う。でもさっき連絡してた。お誕生日おめでとうございますって LINE して、 LINE 連絡来て、連絡してくれて、もうほんと愛おしい妹のような、妹のような妹です。妹にしちゃった、勝手に。妹じゃないけど、大好きな、大好きです。そうか、よかったよそうか、よかったよってしみじみしてる方おったコメント欄に山下は見てない絶対見てないよ、山ちゃん。これで見てくれてたら本当泣く、嬉しくて泣かないけどね。いつの間に血がつながったんです。もう妹にしたいぐらい大好きです、愛してますって4つしたよね今。くっさ妹にしたぐらい大好きですってことです。激推しになっていいですか？え、お願いします。ぜひよろしくお願いいたします。メンバーみんなと会えた、メンバーみんなと会えたっけなんかもうどうしよう。でも今日山ちゃんと会ったよ。山下美月さんと会った。それはしっかり覚えてる。うん、それはしっかり覚えてる。メンバーみんなに会えた。あ、でも1期生には会ったな最近。イエーイ。山ちゃんと何か話した？あ、山ちゃん話したよ、めちゃくちゃ。ね、山ちゃんとは山ちゃんが誕生日プレゼントくれた。なんかめちゃくちゃ帰りにさりげなくくれて、あ、かっこいい、かっこいい女って思った。ありがとう山ちゃん インスタグラムのハッシュタグある。え、何？どういうこと？ハッシュタグ？ごめんなさい。あ、またピーナッツ取ってきた。かなり初心者で、今日すごい山ちゃんにも教えてもらったうーん待ってピーナッツばっかりでもね、今日山ちゃんとめちゃくちゃ爆笑して腹筋割れた。山ちゃんとヤマちゃんってなんていうの、なんかね、ヤマちゃんね、不思議なんだよね。一緒にいてめちゃくちゃ楽しい、不思議な感じ。なんかね、笑っちゃうんだよね。なんか京子で言う笑いが止まらない感じ。なんかだからすごく気持ちじゃなくて雰囲気じゃなくて気が合うんだと思う。こんなこと言ってすみません、山下さん、すみません、嫌でしたらごめんなさいインスタフォローしたよ、ありがとう。え、山ちゃんってよくさ笑うのかな。え、山ちゃんってよく笑うのか。いやでも一緒にいると本当楽しいのよ山ちゃん歌ってくれないの？え、歌いたいよ、歌いたいんだけど。じゃあこれで歌おうかな。何歌う？よく笑うよあの子まあそうだよね、山ちゃん笑顔のイメージ強いわ。そういえばでも本当に面白い、一緒にいて。あ、山ちゃんってゲラなんだ、知らなかった。そうなんだ、ありがとう教えてくれ。